はい、ゆきです。今日もですね、タバコの渋谷のタバコ屋へ行ってまいりまして、いろいろ買ってきたんですが、まずは、紹介するのはこちらです。ショートピースというより缶ピースですね。こちら70周年の記念パッケージになっております。こちらが1150円、本数が50本入りです。タールが 28mm、 ニコチンが 2.3mm となってます。はい、こちらですね、非常に美味しいんですが、うん、これがね、こう開けるとこうアルミのシールっていうかで密封されてるんですけど、これを開けるとものすごいいい香りがするんで、開けまーす。このバニラよ。このね、ザ・ピースとかにはね、ピースクラシックとかにはね、ないっていうかね、この自然な感じの香り。ああ、いい。こりゃいい。これはいいぞ。で、まあ、こんな感じになってまーす。はい。それでは、吸っていきましょう。ね、この、なんだっけ。これなんていうやつだっけ。ワンヒッター。ワンヒッターで吸っていきましょう。はい。両切りです。両切りタバコとなっております。では。うお、きつ。さすがにきついな。さすがにきついな。うお。ほら、この中が煙で。ファイナル。ああ、うまいっすね。でもね、これをね、加湿するとまたうまくなる。これは、こういうタッパーに、これ、丸いね、この加湿器。加湿器を入れて、ここに1日ぐらい入れとくと、ちょうどいい加湿具合になるので、俺は、両切りのタバコは全部そうしてます。うめえ。これを、このワンヒッターで吸わずに、このショットガンで吸ってみましょう。なんかショットガンで吸った方がうまい気がするんやけど。うん。あ、ショットガンで吸った方がうまい。ショットガンで吸った方がうまい。このワンヒッターのこの口の部分を、このフィルターの部分を取れば、美味しくなるんじゃないですか。なかろうか。あ、うめ。やっぱダイレクトに来る方が美味しい。フィルターつけるとね、なんかね、
なんか、あれやな。あんま美味しくないな。ダイレクトに、ダイレクトアタック、肺にダイレクトアタックすると、非常に美味しい。なんか見た目は、なんかアホっぽいですけどね。これ吸ってるの。口内喫煙でも十分美味しい。これ肺にあんま入れないから。口内喫煙で十分うまい。今日暑いっすね。で、クールスモーキングを心がけ。ワンヒッター買った意味ねえかもな、これ。ワンヒッター買った意味ないかもしんない。マジで。普通にショットガンで。いいや。ショットガンでいいな。普通にショットガンで、吸った方がうまいもんな。しくったな。まあ、700円ぐらいや。買ったのが700円ぐらいと。やっぱ、あれや。あ、そうそう。このカンピースなんですけど、2チャンネルを見たところによるとですね、綿棒の、空ケースがぴったり入るそうなので、俺はそれに入れたいと思います。香りを、ね、飛ぶのを守ってくれるんで、これごと、蓋をして、なおかつ、綿棒の空ケースにぴったり入るそうなんで、それに入れて保存したいと思います。ふぅ。ああ、うまい。こんなマジで、ピースクラシックとかのゴミみたいなあんな商品よか、こっち買った方が100倍マシだね。100倍美味しいよ。100倍は美味しいな。あれはもうゴミやから。点数つけるのも価値もないぐらいのゴミ商品やで、あれ。マジ点数つけるとしたら俺があれに点数つけるとしたら一つ星以下の 0.1 つ星くらいつけるわ。まあ、あれ二度と買わん。まあ、二度と買わんっていうかもうあれ数量限定やから。なくなったら終わりって感じ。もうザピースもね、1000円したのにあのまずさでしょ。で、今度ピースクラシック1500円であのまずさでしょ。もう劣化してんじゃん。まだザピースの方が、値段500円低いからまだマシだったけど。
だってあと600円出せばさ、あれ買えたんだよ。トレジャラブラック。2100円のあの最高級タバコ。まあ俺それ買ってきたんですけど。この後吸いたいと思います。トレジャラブラック。最高級タバコです。世界が誇る。まあ、ジャパニーズ製じゃねえから、JT 製じゃねえから。多分うまいでしょ。断然美味しいと思うよ。やっぱ燃焼速度遅いっすね、これもね。ショートピースね。まあ、ゆっくり吸うっていうのもあるけど、そもそも燃焼速度が遅いんで、これほっとくと消えますからね。ショートピースはね、ほっとくと消えるからね、これ、火種がね。まあ、ガラムとかもほっときゃ消えるけど、アメリカン、なんだっけ、アメスピ?アメリカンスピリットとかも、消えるけどね。まあでも普通のタバコは消えないですよ。燃焼促進剤、促進剤がね、結構入ってるから。美味しゅうございました。美味しゅうございました。五つ星。それではご視聴ありがとうございました。